最近ちょこちょこと注入を芸能人7人の元カノ電撃婚の小沢美里最近の整形事情を明かす今年1月に結婚していたことを発表したインフルエンサーの小沢美里32が3日までにインスタグラムのストーリーズを更新最近の自身の整形事情について明かした俳優の山本祐介 35、いや、福祉蒼太。30、純音ボーイ、コンテストの優勝経験がある元男性芸能人、韓流アイドルグループエクソのチャンよる。30、劇団エグザイルの鈴木信幸。30、といった数多くの人気芸能人との交際が噂される。中でも、21年11月に熱愛が発覚した3代目 J ソウルブラザーズの岩田隆則。34、 とは今年に入ってからも交際が続いているのではないかと噂されていたが、小沢は4月21日に、かねてよりお付き合いしていた方、と1月に結婚相手が岩田ではと憶測する声もあったが、その後小沢の YouTube チャンネルにアップされた動画などから相手が岩田ではないと判明していた。この日、小沢はストーリーズでファンからの質問に回答。 もしやっていたら美容医療同じ人間ですかいいという質問が寄せられると、糸リフトとバランスを整えてもらうために最近ちょこちょこと注入をウェディング前に、整えもらったよ、原文ママ、と説明した。